こんにちは、皆さん。ようこそ、私たちのチャンネルへ。今日は、興味深いニュースをお届けします。広島、同林翔太選手の妻、増田エリナアナウンサーに関する注目の話題です。彼女が語った、驚きの結婚エピソードをご紹介します。増田エリナアナウンサーが、 広島同林選手との結婚について明かした興味深いエピソードがあります。彼女が結婚を決意した出来事、それは一体何だったのでしょうか増田さんは、初めて銅林選手とご飯に行った際に、死ぬほど話がつまらなかったんですよ、と驚きの発言をしました。その背後には、どのような事情があったのでしょうか マスダエリナアナウンサーは、元踊り子 TBS で活躍していたフリーアナウンサーです。しかし、彼女は当時の状況について次のように語っています。マスダさんは、テレビ業界での経験から、口から生まれました、みたいな人々に囲まれ、信頼性に疑念を抱いていました。その当時の心境が、結婚にどのような影響を及ぼしたのでしょうか マスダさんが道林選手との出会いについて語りました。彼女は初めてご飯に行った際に、道林選手の話があまり盛り上がらなかったことを振り返りながら、次のように話しています。マスダさんは、道林選手の落ち着いた雰囲気に惹かれ、彼の言葉が本物であると感じたそうです。その瞬間が、二人の信頼関係を築くきっかけとなったのですね。 いかがでしたかマスダエリナアナウンサーの結婚エピソード、興味深い内容でしたね。時には初めての印象とは裏腹に素敵な関係が築かれることもあるんですね。これからも私たちのチャンネルで様々な興味深いニュースや話題をお届けしますので、どうぞお楽しみに。チャンネルの登録と通知ベルを押して最新て、 次回の動画もお楽しみください。ありがとうございました。それでは次回の動画でもお会いしましょう。さようなら。